CCC チームはポーランドに本拠地を置く自転車競技、ロードレースのチーム。2011年シーズンより18ある UCI プロチームの一つとなった。かつて1980年レイクプラシットオリンピックでスピードスケート5種目完全制覇を果たしたエリック・ハイデンが在籍したこともあった自転車チーム、セブンイレブン。 サイクリングチームを結成した経験を持つジム・オホビチュが2007年、後にゼネラルマネージャーを務めたギャビン・チルコットと、後にレース監督を務めたジョン・ルラングと共に BMC レーシングチームを結成。スポンサーはスイスの自転車メーカーである BMC。2010年シーズンにカデル・エヴァンス及びアレッサンド・ロ・バッランの2人のロードレース世界チャンピオン経験者を はじめ、著名選手が大量に加入したことで、プロフェッショナルコンチネンタルチーム入りが承認された。さらに2011年シーズンより UCI プロチーム入りが承認された。カデル・エヴァンスが、悲願のツールド・フランス総合優勝を果たす。2015年、多くの勝利をチームに残し、カデル・エヴァンスは引退。2016年、チームスカイの名アシスト選手であった、リッチ・ー・ポートが加入。 2018年をもって BMC がスポンサーから撤退。ポーランドで靴の製造販売を行う CCC が新スポンサーとなり、チーム名は CCC チームとなる。フレフファンアベルマートを中心としたチームに再編された。2020年秋、来季の新たなスポンサーを見つけられなかったために、ワールドチームのライセンスを当時、UCI プロチームであったシルスワンティゴベルに、 売却し、事実上改ざん。シルキュス・ワンティゴベールは2021年から UCI ワールドチームのアンテル・マルシェ・ワンティゴベール、マテリオとして活動する。ありがとうございます。